って今まであんま着なかったんだけど、君江さんの小学はエコパだった。そうね、エコパでした。え、苦しくない？苦しくなくない？あったかくない？めっちゃいいよね。今日顔違う？メイク薄いんだよね。まあそんなことよりなんかありそう話すことが。そう、スケートカフェのキッチンカー、そうあるらしいね。あんま詳しくは知らないけど、赤堀さんコースターがあるみたいです。あ、そうなんだ。何の写真だろう。あ、グッズ持ってくると思って忘れた。まあいっか。それハイネックじゃなくてタートルネック、わかんないけど首です。ネック、ネックネック系が最近好き、好きな感じ。壁車かな。壁車さ、もうすぐ変わるのかな。5月だよね、いつも。うん、ありがとうございます。これクマ、そうね、10期の昇格。S はね、ミクルンと石塚ちゃんとアナンちゃんかな、合ってるよね、の3人が昇格したっぽい。そう、下みたいだよ。下みたいじゃない、1月15以降だっけにするって。ミリーちゃん絶対さと思った。私もなんか S ってちっちゃい子が来るイメージがあったから、個人的にあの9期もちっちゃい子2人が来て、そうだからあ S かなーって思ったけど違った。痛み系 S かと思ってた。え、痛み系は絶対 K2 だと思った。こういうのって当たんないですよね。雪ありがとうございます。この間雪降ってたよね、一昨日ぐらい。寒かった。なんか懐かしい気持ちになりました、昇格の時。私たちも大きいコンサートで昇格したから。でもさ、今回はさ、なんか昇格あるのかなって思ってたけど、全体のコンサートじゃなかったからどうなんだろうと思ってたら、あったからびっくりした。マキコさん来てびっくりした。ウザかっこよかった。そう、ウザしました。5列16番でした。てかめっちゃなんか広くてよかった、好き。あそこ中野サンプラザ好きです。劇が面白かったです。そうですね、面白かったです。あのリハの時から普通に笑い止まらんくってやばかった。本番笑うかと思っちゃったけど、ちょっとそこは笑わずに行きました。キミちゃんのらしくない見たかった。キミちゃんらしくないはね、裏で踊ってました、ちゃんと完璧に。あとなんか全体の資料が飛ぶんですよ。でそのたまにね、あの SK でやったことない曲だと他のグループの振りのビデオとかをもらえることがあって、らしくないの振りのビデオを見ることができました。ありがとうございます。本当
本当にありがとうございますって感じ。こうしてあの NMB さんの資料を見ることができてなんか幸せですそこかいってな。でも SK のさ中坂とかさ SK のファンじゃん、もともとすごいだからさ見れないからさ嬉しいよね絶対。オタクとかならサーヤが楽しそうで何より。そうサーヤさリハでさ横で見てたんだけど横からめっちゃ楽しそうだった、可愛かった。サーヤマジ可愛かった。裏でね裏にもそのニコ生用のモニターみたいなのがあるんですよ、置いてあって、廊下っていうか楽屋かどこに、そこですねながら雨、これ題名合ってる、すねながら雨だっけ、わかんない、すねながら雨。さあやって裏でも可愛い、裏マジ可愛い、裏可愛いってか表でも可愛いけど裏もめっちゃ可愛い。すねながら雨をやってる映像を見ててなんか本当に可愛かったです。でらしくないも見たしで可愛かった。サーヤは本当に可愛いですね。でサーヤ優しいから可愛いねって言うと可愛いねって言ってくれるの。でサーヤが一番可愛い、ね、ラブリンさんも可愛い、じゃ綺麗、ゆゆさんとラブリンさんとえなちゃんとご飯食べました。超どうでもいい、超どうでもいい情報。そうね、全員でドルフィンして、なんかあれ本当にさちょっとドルフィンやったことないとさ本当に難しくて、ちょっと難しかったけどできてたのかな、わかんない。髪振りしか勝たんな、髪振りね、ツアーありがとうございました、ボトムラインです、またできて本当に良かったです、はい本当に良かったです。なんかボトムラインっていつもさ延期になっちゃうからさ、3月20が8月16だっけ、違う8月になって、8月が12月になって、すごいですね。なんか髪振りのワンショット多めでよかった、あそうなの、ワンショットだよねこれ SY1S って。新宿の We Are 髪振りのセリフ変えてたの面白かった。そう We Are 髪振り、新宿の新宿ブレイズの12月12かなの時にセリフを変えて、でもその後確か青海のショールームしていろいろ説明した気がする、あんま覚えてない。でもあれの後で映像見たらねすごかった、なんか楽しそうだった。そう配信あると真面目にやるんで、配信なしの時に遊びました。新宿来た方います？昨日は昨日来た方います？すごいなんか1位の人とさ2位の人とさ4位の人、あその下にもいるか、え何これ、なんで私の名前入ってんの、アバターに待ってくしゃみ、待ってくしゃみ出そうだ、ちょっと待って、はい出なかった。新宿も中野も行きました、ありがとうございます。昨日行きました、昨日行きました、ありがとうございます。じゃあボトムラインは、ボトムラインはどうですか、
じゃあ全部行った方います？全部椅子欲しかった。そう、椅子のプレゼントがあったんですよ。アーカイブまだ見れるのかな。見れるよね、確か。わかんない、よかったら見てね。昨日のも見てね。はい、すごっ、全部行きました、すごっ、ありがとう。じゃあ3回もあったね、1週間に。1週間かな、1週間ぐらいで3回もあった。12から20だから1週間ちょっとか。あれはね、私が弾いたんだけど、本当になんか、ほんすごい、これアバター、そう、本当にシャッフルでした。全部行ったよ、ありがとう。昨日さ、亀戸席があったんですよ。新宿じゃない、新世代でね。私、亀戸席がなんか真ん中辺にあるっていうのは知ってたんですよ。真ん中ら辺というか1階の真ん中ら辺にあるのは知ってて、で頭曲でも亀戸席があったけど、亀戸席がどこか見つけられなくて、あれいなくねみたいな。で終盤に見つけました。でさ、一番隅にいたんだけどさ、カメラが全部さ、なんか内側向いてたから、あ、これ映ってないと思ってめっちゃピースしといた。2階がまであったからさ、2階のも見た、2階も見た、いっぱい。こんばんは、こんばんは。クマタワー、これタワー、お、クリスマスのクマ、ありがとうございます。ね、じゃあ頭と、そう、名前読んじゃいけないんで、あの、定例さんね、定例さん、頭と最後だけ、定例さん、ありがとうございます。これカメラミスになってるとかさ、わかんないんだよね。ありがとう、テイレイさんです。だから略します、今後は。テイレイさん、名前呼んじゃってもいいのよ。で、痛めないよ、名前呼んじゃいけないよ。キミちゃんはあえさんです。そうですね、赤えですね、赤え。何の話したらいいんだ。もうすぐクリスマスだねって話。もうすぐクリスマスだね。クリスマスは何するんですか。これは、これはタワーですか。これはそう、これはどうなんだ。
あ、いっぱいサイリウムありがとうございます。誰か教えて、誰か、タワーありがとう。読みましょう。ちょっとどうしよう。にゃんにゃんでいいや。にゃんにゃんありがとう。にゃん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 ありがとう。クリスマスはライブ三昧です。あ、あれだ、名古屋のゼップのやつかと公演もあるんだ。そうで、昨日プリマステラとの対バンが発表されましたね。そういえばプリマステラとカメフレの対バンが1月11か2にあります。11か2です。どっちもあれですね、あのどっちも開けといけばどうにかなります。ゼップ羽田です。そうですね、新年みたいな、新年感あるかも。ゼップ羽田確かゼップで一番広いって言った気がする。だからみんな来てね。2分後に SK からお知らせかな。嘘でしょ、知らないんだが知らないんだが、これやめなくていいか。ちょっと教えてください、誰か。9時から YouTube ちょっと気になるんだけど。あ、そっか、ショールームはいいのか。あれ、さっきキッチンカーって言ってた人いなかったっけ。キッチンカーじゃなくて、あ、キッチンカーも発表されてるの。キッチンカーだと思ってたんだけど。え、キッチンカーじゃないの。え、キッチンカーだと思ってたんだけど。え、え、キッチンカーじゃないんだ。じゃあ何だろう、予想しよう。まあいっか。キッチンカーと思ってた。そう、浜松案件、浜松、そう、ロッキーのみんな、皆さんが今度やりますよね、浜松で。始まった、始まった。 YouTube 見ようかな。11期のオーディションはもう発表されてた気がする。なんかシングルじゃないよ、シングルなんかな、ちょっとわかんないですね。何も知らないっす。今さ、ショールームしてる SK のメンバーっていいのかな。
気になる。最近発表多くない？全然知らないんだけど全然知らないんだけど、どうしよう。マキコさんもしてる？収録なんだ。マキコさんがだいぶ配信してる。で、昨日はありがとうございましたって話なんです。新世代スルーザナイトやってたね。リハめっちゃでかった。リハね、すごかったで。プリマステラ、そうなのね。みんなが教えてくれる。私がもしかしたら知ってることかもしれない。なんだ？ちょっと気になるんだけど、見ようかな私も。窓枠でプリマステラのライブ。カメフレも浜松行きたいな。なんなん浜松大好き。ちょ帰りたい浜松に。カエル公演したいですね。プリマステラね、いいね。プリマステラのポーズ決めた。カメフレのポーズはこれです。カメフレはね、1月からツアーが始まりますよ、皆さん。新宿ブレイズとダイヤモンドホールです。まだ枠知ってる、知ってます。浜松新規新学校にいる。そうね、まあそうなんだけど。カメフレってユニットか。
リマステラもユニットだもんね。若手ユニットみたいな感じか。私もあの時10代だったけどさ、そのカメフレにさ入れてもらってたからさ、あのなかったんだよね、あのなんだっけあれ、あの7期以降の、7期以降じゃないか、あれ 10代が参加できる、なんていうの、ユニット、なんていうんだろうね、そうティーンズユニットのなんか参加権みたいなのがなかったから、恋落ちだっけ、恋落ちの時のあれだっけ、なんかイベント参加権みたいなので投票してメンバーが決まるみたいな、そうカメフレなかったんですよ参加権が。今も10代そうなんだけどそうなんですけど、そうだからなんかあんま知らないっていうか、自分が関わってなかったからあんまり詳しく知らないんだよね、経緯とか。まあ、幸せ、カミフレで幸せですけど、ですけどもですけどもっていうか、なんて言うんだろう、だよっていう、そうね、総選挙みたいな感じかな。自分総選挙やったことないからな、わかんないけど、カミフレ好き、幸せ、みんなありがとう。もうすぐシングルが発売されます、29。あや富士急行きたいらしい。いや窓枠と富士急めっちゃ遠くない？普通に。しらすもね、浜松はそんな有名じゃないんですよ。そうパルパルが近いかな、窓枠は。窓枠ね知ってるよ、結構知ってるかも、行ったことはないけど、あの見たことあるっていうか前通ったことある、ある、友達も行ってたし知ってる。パルパルって気になる、パルパルはいいよ、あれはいいとこよ。最近スタッフさんともさ、パルパルっていいよねって話をして、なんか最近あのライブが多かったから、カミフレと SKE のスタッフさん、スタッフさんっていうのかな、スタッフさんと仲良くなれてすごい幸せです幸せ。ひみちゃんこんばんは、昨日はニコ生で見てたよ、ありがとう。映ってた私映ってましたか。アクトシティ、アクトシティ大好きだよ私。なんか行ったことあるらしくて、スタッフさんがパルパルに、でなんか静岡出身なんですよねみたいな話をして、そう浜松みたいな話をした時にパルパルの話になって、そうパルパルの話になった。中野サンプラザは奥に長いよね、奥に長いっていうか奥がすごい
またやりたいね、新世代。だからまた見に来てください、いつかやったら。浜松から豊橋に向かう時の橋が怖すぎた。分かっちゃうんだな、それで。その橋が分かってしまう自分がすごいと思った今。あそこでも好きです、私。浜松は風が強い。そう、昨日でキミちゃんのダンスが好きと昨年できました。嬉しい、来てくれた方かな。なんか配信とかってさ、その顔がメインで映るから、ダンスとかはあんまり分からなかったりするんですよ、配信だとね。ああいう配信系だと、だから嬉しいね。定点がね、ネモハモとかすごかったの、映ってたか。でも分かんない、でもどうなんだろうけど、直接見てたからすごかったし、ちょっとやりたいですね、ネモハモいつか。踊ってました、荒ぶってたってやめてよ、言い方。ヨンルーマーの意味分かってる、みんな。教えてもらおう、誰かに。荒ぶるってちょっと、でもなんか最近なんか踊り方は研究生の頃と違いますね、自分が。なんか荒ぶるっていうのやだな、ちょっと変えよう。何ルーマーがマックスなの？4ルーマーかな、わかんない。4階じゃない？なんか暴れてるみたいじゃん、アラブルって。やだ。個人的にやるわ、ルーマー。そう、最近 TikTok も開設されたのか、カメフレの。いろいろあるね。でも踊るの好きだけどさ、ちょっと上手くならないといけないなって思った。ルーマーの後の MC カメフレ良かったね、思った、言ってた、それ話した、みんなで。え、なんかカメフレの MC じゃないみたいな、カメフレ多くないみたいな話をしました。しっかりしました。なんかダンス面じゃなかったっていうか、なんかダンスなんかあんま上手くないねみたいな感じで言われたことがあったから。そう、ちょっとダンス目になれるように頑張りたいなって思った。ダンス面ってかっこいいよね。でもさ、ウサとかってさ、なんか勢いでいけるようなダンスじゃないから、そういうのもちょっとあれですね。僕より上手いともよかった、ありがとう、優しいね。昇格面と話したよ。なんかでも10期のことあんま話したことなくて、あのアンダーとかであんま合わないから、
ミクルンと話した。みんな泣いてたね。みんな泣いてた。懐かしいなって思った。自分の昇格の時なんか自分呼ばれると思ってなくて呼ばれた、びっくりしたことしか覚えてない。ミクルンのことよろしくお願いします。ね、おめでとうとお伝えください。青海しか昇格しないと思ってた、あの時は。だから、あ、青海昇格するのね、え、赤堀みたいな感じでした。次の卓球いつぐらい、知らない、わかんない。11期も入るんでしょ、やばいね。寒いね。一生若手がいい、一生後輩でいたい。後輩っていいよねって思う。どこにいても思う。わかる、この気持ち。一生後輩でいたいなって。なんか大人数のグループだとすごいですね、いろいろ。浜松って可愛い子多くないですか。浜松のね、友達全員可愛い。そうやで、みんな浜松可愛い子多いね。11期さ、上限ない、上限っていうかさ、年齢の上がさ決まってないって言ってたから、何歳でもね、いいですね。 SK マジで年齢本当に関係ないんで、本当何歳からでもいけるますよ、皆さん。何歳からでも大丈夫。まさか11期昇格はなんかワンチャンあるかなとか思ったけど、11期は思わなかったな。本当に上限ないのかな。100歳とかでも入れんのかな。あ、10期も上限なかったんだ、知らんかった。私たちあったじゃん、9期は。9期まであったから。
アメリカは履歴書に年齢の欄がないらしい。ないから。でも年齢って証明関係ないですよね、何事にも。でも 若くいたいな、ずっと。ずっと10代がいいな。20代楽しい？もうすぐ誕生日だね。そうだよ、もうすぐ誕生日だよ。なんかこうやって話しててさ、眠くなってきちゃう、眠くなってきちゃう。さっき寝てたのに、さっき寝た、久しぶりに寝た。お昼最近さやかな、げんこつハンバーグ食べた？食べてない。食べたい、もう食べたいな。爽やか、寝ていい？ここで寝ていいって。TMS は1月2月まで多いね。1月が多いんかな。食べたことあるよ、さやか。あるよ。20代って羨ましい。まだ10代だけどね。何の話しようかな。やっぱキンキンだと新世代だよね、ツアーのファイナルと。なんかあるっけ、ユニットのやつさ、投票してねって思って言おうと思ったんだけど、なんか6時までだったじゃん。で6時寝ちゃって、起きたら6時過ぎてて、あーってなっちゃった。ごめん。裏話的なやつ、リハがいっぱいあって、なんかお弁当が美味しかったです。お弁当が美味しくて、でなんかみんなと仲良くなれて嬉しかった。普通に川島とかとめっちゃなんか喋る、もともと喋ったんだけど、チーム違ってからあんまなんか会う機会なくて喋んなかったけど、めっちゃ喋ったし、サーヤとはユニットからずっと一緒だから仲良しです。ゆなちゃんと5時間電話して話しても、それはねまた別の話なんですけど、新世代ってじゃないんですけど、電話しましたね、ゆなちゃんで寝て、私が寝たんですよ、日付変わったぐらいに。したら起こしてくれた。一回電話切ってまたかけて起こしてくれた。マジであの時本当に感謝しました、ゆなちゃん。ココちゃんとも仲良し、キミちゃんはスーザナイトしないの？いや、スーザナイトマジでやばかったよね。リハ、これもリハの話なんですけど、見てたんですよ、ユニット前から。なんか結構大きいとこでリハする機会があって、椅子があったから、なんか見ていいですかって聞いたら、あ、いいよって言われたから見てたんですよ、一人で。これポイント、一人でね。したら里川さんが目の前に来て、めっちゃレスしてくれて、でなんかみんなレスしてくれたんですよ、普通に。でなんかめっちゃ可愛くて、でなんかさ、よくさ、ファンの人がさ、なんか自分かなみたいな思うみたいなことを聞いたりするんですよ。あれみたいな、これ私みたいな、あるじゃないですか。着リハじゃない
チャクリ派ってみんなそんな言葉知ってんの？チャクリ派じゃないよ。で、え、私って思ったけど、私しかいなくて、後で本人に聞いたんですよ。あれ、私ですかって、私にレスしてくれたんですかってしたら、そうだよって言われて、マジ湧いた。でもこれは勘違いじゃなくて、本当の私へのレスだったので、ちょっと良かったですね。勘違いじゃなかったですね。一人だったので私しかいなかった。でも何がいいかって、後でそれを聞けるっていう、本人に。5分後以内には聞けるっていう。でもさ、そうよね、メンバーってすごいよね。一番近くにいるしさ、ファン、その子のいろんなこと知るからファンにもなるしさ。だってみんながスルーザナイトの衣装着て廊下を歩いてる隣を通ったりするから、みんなよりもめちゃめちゃ近いとこで見たんですよマウントじゃない、これは感想です。メンバーの見えてたよは正直嘘だと思ってる。でもね、意外と本当に見えるの。そう、意外と顔の表情とかまで見えたりするから、で公演とかはもう本当に見えるの。一番後ろの席とかまで、本当にこれガチ笑ってるとか真顔とかそういうのまで見れる。じゃあこれからさ、約束しよう、みんな。一個約束をしよう。約束をしよう。ね、レスさ、もしワンちゃん私がもししたら、私に手振ってくださいどうですこれ、手振ってください。ダメですか、ダメですか。こっちも恥ずかしいやん、だから手振ってよ。あ、そう、サイリウムとか、わかる？ってやって。違ったら、違っても、その後するわ、じゃあ。いや、なんかさ、こっちもさ、緊張するやんな。お互い様、こういうのは、団結力ですね。メンタル強いんだ。どうしよう、これ忘れてたら、いや絶対忘れないわ。でもずっと手振ってんのか、みんなは。まあいっか、もう1時間ぐらいやってる、やばい。1月後当たったら振るね。S はさ、水色のサイリウムが多いからさ、なんか間違えちゃうんだよね。
竹内奈々美が知る夢スーパーガールズ、スーパーガールズさんには竹内奈々美さんっていますよね。前対バンツーマンしようぜか、ツーマンしようぜでスパガさんとはお話ししたことがある。髪フレの時は白、そう白。なんか私けど忘れちゃった。プリマステラのやつの時どっちの財布のかな。髪触れじゃない、髪触れだし。はい、ではそろそろおしまいの時間になりたいと思います。みんなありがとう、見てくれて。またね、ありがとうございました。昨日とツアーと、明日は多分じゃない、明日はこれでねやると思うんですよ。サイン会があるんですけど、これで あれって今も売ってるんですか。売ってるって言い方悪い、今も大丈夫なのかな。分かんないけど、売り切れ？嘘、そんなことある？販売してたの？ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。ではみんなありがとう。このタワーもサイリウムも雪とかもありがとう。みんな元気でね、寒いから気をつけてね、あの床凍ってスリップしないでね。バイバーイ。